じゃあ行きましょう。ガスが晴れてきましたね。いいね。はい、おはようございます。今ですね、上高地におります。で、今日はですね、2泊3日で槍ヶ岳登っていきたいと思います。全ハイカー憧れの山、槍ヶ岳ということで、まあ、登山始めてからね、いつか訪れることになるんだろうなとは思っていましたが、ようやく来ることができました。で、2泊3日で、1泊目は、槍沢ロッジ、王道コースですね、槍沢ロッジのそばの馬場平キャンプ場予定しています。で、2日目朝ね、槍ヶ岳山荘までガーって登って槍ヶ岳にアプローチしたいと思います。天気はすごい良さそうですね。まあ、先週台風で、先週末ね、なかなかこう参考難しかったよって方いるかなと思うんですが、まあ、その台風が過ぎて今週いっぱいは、天気持ちそうだということで、まあ、今日明日明後日天気持ってくれるんじゃないのかなと思いますね。ではね、気をつけてしっかりじっくり心にね、刻みつけながらね、槍ヶ岳の参考していきたいと思います。綺麗ですね、湿原が。ちょっと今、小梨平のあたりが台風の影響かな、通れないので、あずさ川ね、ぐるっと回って明神池目指して歩いています。うわー、綺麗ですね。お、クマベル。最近ね、アルプスのクマ結構出没しますからね。はい、今回2泊3日のテント泊ということで、完全テント泊装備で登っていきますね。さすがにちょっと重いですね。じっくり確実に登っていければと思いますが、今登っているこの槍沢のコースは他の槍ヶ岳にアプローチするコースに比べたら、まあ、割と登りやすいコースなんじゃないのかなと思いますね。王道コース、まあ、今あずさ川という川に沿って歩いています。明神池、徳沢、横尾と10キロぐらいあるんですけど、これずっと平坦な道なんですよね。で、その平坦な道終わってから、まあ、1時間半から2時間ぐらいかけて登ったところにあるのが槍沢ロッジ、馬場平キャンプ場ですね。今日はそこで一泊で、明日は、その馬場平キャンプ場から、槍ヶ岳山荘、槍ヶ岳に向けてアプローチしていきますが、だいたい3時間、4時間
3時間半ぐらいですかね。なので時間的にはそんなに無理がない感じ、まあ、ただめっちゃ登りますけどね、登りはきつそうでヒーヒーってそうではあるんですけど、まあ時間的にはそんなに無理がない。なのでまあ全体的にはペース配分をしやすくって、まあ割と登りやすいコースではあるんじゃないのかなと思いますね。キラキラしてますね。いや最高ですね。本当北アルプスのど真ん中に鎮座していて、めちゃくちゃシンボリックな山で、標高は3180メートル、日本で5番目に高い山 で日本百名山にして花の百名山という、もうステータスがキラキラしてるんですよね。もうなんかワンピースで言えば七部海とか四高レベル、もう本当にもう日本を代表する山なのかなと思いますね。明神館を経て、次は徳沢ですね。徳沢園キャンプ場に向かっていきます。ちょっと時間が早いな、まだ7時半だからな、あんまり早く着きすぎても暇になっちゃうし、まあなんかゆっくり周りの景色を楽しみながらね、歩いていきたいと思います。はい、まあ、槍ヶ岳ね、さっきも言いましたけど日本全国のハイカーの憧れの山ということで、まあ、日本で最もシンボリックな山、日本の象徴たる山というと、まあ、富士山にまあ一般的にはなるのかなと思いますが、この質問を、ハイカーさん、登山者に投げかけると、その富士山と同じぐらいの割合で槍ヶ岳っていう人が多いんじゃないのかなと思う、まあ、そんな山ですね。まあ、本当に槍の矢尻のような形をしている特徴的な山で、本当どこにいても分かるんですよね。その八ヶ岳とか奥秩父山塊とか、ちょっと離れたところから北アルプスを眺めても、そのわーってこう山が並んでいる中で槍ヶ岳だけはもう誰が見ても完璧に分かるっていう、そういうこう目立つ山なんですよね。いやもうまさにね、槍がこうくさびを打つかのように北アルプスの中央に鎮座している槍ヶ岳なんですけど、まあ、そこにアプローチするコースも本当にたくさんあってですね、そのどれもが美しい稜線歩きで人気のあるものばかりですね。まあ、燕岳とか御殿昇岳を通って東釜尾根からアプローチする表銀座のコースですね。これ去年ね、僕行こうと思って計画立てて実際歩いています。ただ槍ヶ岳がね、その登ろうとする1週間前に大雪が降って行けなくなってしまったので、燕御殿昇それから常念岳の方に抜けるというコースで歩いています。もう本当に素晴らしい参考だったので、よければ見てみてください。まあ、その表銀座のコース、それから、裏側ですね、野口五郎岳とか鷲羽岳を通って4、5日かけて歩いて槍ヶ岳にアプローチする裏銀座のコースですね、とかあとは黒部五郎岳とかスゴロク岳を通って西側からアプローチしてくる西銀座のダイヤモンドコースですとかね、本当にいろんなコースがあります。まあ、それらのどのコースも本当に美しいコースで、登山者たちの憧れのコースであり、最終的に槍ヶ岳を目指すコースということですね。上高地はね、本当に美しくて、ハイカーさんだけじゃなくって観光目的の方とかもね、たくさん歩かれてますね。まあ分かりますよね、この風景、それからあのカッパ橋からのね、あの景色見ちゃうともう虜になっちゃいますよね。いや美しいですね。この一番高い山が前穂高ですかね。いや素晴らしい。やべえな、徳沢に着いちゃうな。最初ね、徳沢でお昼ご飯食べようと思ったんですけど、もうまだ8時ぐらいなんですよね。昼じゃねえだろっていう。徳沢ですね。ここはね、めちゃくちゃいいんですよ。もう本当に綺麗なテント場があって、で山小屋奥に、宿泊施設もありますけど、そこも本当綺麗でね、お風呂とかも入れて、なんかねここにテントを立てて上高地ゆるっと散策みたいなゆるキャンプもねありだなと思いますね。はい、では徳沢を出まして、予行ですね、予行山荘に向かっていきます。だいたい1時間ぐらいですかね。今が9時前だから、まあ、ゆっくり歩いて1時間、10時に予行、
で、そこからまあ1時間半、2時間もかかないだろうな、まあ、昼前ぐらいに着いちゃいそうですね。私は結構北アルプス来てますね。去年よりも一昨年よりも全然来てる気がするな。スゴロク行って、この前白馬三山歩いて、まあ、今日はね上高地から槍ヶ岳っていうので、割となんかこう北アルプスの名峰と呼ばれるようなところをいくつか来てますね。北アルプスはねちょっと遠いんですよね、東京からですと。まあ、距離が遠いっていう意味ももちろんそうですし、まあ、仕事とかね天候とかいろんな条件が揃わないとなかなか来にくいっていう意味でもなんか遠いんですよね。移動もねやっぱりその日のうちに行って登って帰ってきますってわけにはいかないですよね。やっぱ前日の夜とかに、まあ、遅くともスタートしないと、まあ、なかなかうまくいかないですね。これがね八ヶ岳とかだと、東京からだと、まあ、その日の朝に行って、まあ、その日に帰ってくるとかね、一泊しても結構余裕のある参考ができるんですけど、やっぱアルプスとなるとね、特にこの北アルプスとなるとね、前の日の夜スタートして、まあ、早朝から登り出してみたいなね、そういう感じになっちゃいますよね。まあ、でもやっぱりね景観は抜群ですよね。もう日本屈指の山の景観を持つエリアかなと思いますね。まあ、僕は普段はね奥多摩を中心とした東京近郊の山々をホームの山域にしていますが、あの辺りはまあ大体数百メートルから、まあ、高くても2000メートルぐらいでね、見える景観は全然違いますよね。まあ、それぞれの良さがあるんだと思います。500メートルには500メートルの良さがありますし、2000メートルには2000メートルの、3000メートルには3000メートルの山の良さがあって、それは比べるものではないし、それぞれ違う魅力を持っているのかなと思いますが、まあでもねこの北アルプスの派手な景観ってのはねすごいですよね。長いな、旅行までが長いんですよね。お、橋が見えてきましたね。旅行ですね。っていうか、この、あずさ川に沿ってずっと歩いてますけど、結構工事してますね。この前の台風か、まあ、大雨とかだったのかわからないですけど、かなり工事で大規模になってますね。はい、山荘見えてきましたね。横尾山荘です。で、ここからはいろんな山に、登りがね、ぐーっと始まっていく最後の休憩ポイントになりますね。横のテント場もいいな。はい、この横ですね、この横の今かかっているこの橋ですね、この橋を、ずっと、抜けて歩いていくと唐沢カールとか穂高の方の、山域になりますね。で、今の横山荘をまっすぐ抜けていくと、まあ、今僕歩こうとしている槍ヶ岳に向かう道で、この唐沢の反対方向、向こう側の方角に行くと長ヶ岳とか、そっち側の、山域に入ってきます。はい、この右に行くと長ヶ岳、左に行くと槍ヶ岳ということですね。長ヶ岳の方の道も歩いてきたことがありますし、唐沢カールに向かって歩いていったこともあるので、このまっすぐ行くね槍ヶ岳に向かう道が、僕は初めてですね。まあ、このあずさ川のある上高地のエリアっていうのは、この右側には、長ヶ岳とか常念岳とかの常念山脈で、左側には、穂高連峰ですね、その間には谷の部分っていうことですね。で、その谷の部分ですね、あずさ川をずっとまっすぐ引き続き歩いていきます。なんか緩やかに登っていく感じですね。徐々に登り出すんですけど、そんなに派手に登ることはなく、槍沢ロッジまでは到着できる気がします。まあ、1時間半ぐらいかな。当初の予定通りお昼前ぐらいには着いてしまいそうですね。まあ、さすが槍ヶ岳と言うべきか、登山道綺麗ですね。本当に歩きやすいです。やっちいな。なんかね、この1週間ぐらいで気温が結構下がったってね、北アルプス絡みのいろんな X を見てたので、今日も結構寒いのかななんて思ってたんですけど、まあ、まだ標高がそんなに高くないってのもあるかもしれないですけど、暑い。はい、今のが一ノ又というところですね。なんかこのまま行っちゃいそうな気がするな。あんまり登ってる感じがしないんだけど、ちょっと明日が怖いですね。明日めちゃくちゃ登るってことかなと思いますね。多分ここからもう 3,40 分ぐらいで、
槍沢ロッジに作るのかなと思います。綺麗だな。はい、こちら2の股ですね。サクサク進んでいきます。なんて気持ちいい道なんでしょうか。いやいいな。はい、もうすぐ槍沢ロッジと。はい、では槍沢ロッジを経て、馬場平キャンプ場に向かっていきます。ここからね30分ぐらいあるんですよね。で、馬場平キャンプ場自体には、テント場と水場はトイレとかねはあるんですけど、売店はないのでここでビールを買っていきます。小屋にはもうついてるからね、そこから 2,30 分歩くっていうのが精神的に遠いですね。いや、ババダイラまだしっかり登るな。最後にぐるって登ってますね。はい、ババダイラのキャンプ場に到着しました。お疲れ様でした。が、まあ、やっぱね時間ちょっと早いのがガラガラですね。どこにでも止めれるって感じ。石垣のこの裏手のところが結構穴場な感じがしますね。まあ、馬場平キャンプ場はこの一帯と、あとこのずっと奥の方、川沿いの方にも広がってるんですけど、まあ、ここはね水場とトイレがすごい近いので、この辺りでいい場所に止めれればいいなと思ってたんですけど、ここ良さげですね。ここにします。まあ、今12時過ぎですね。まあ、なんかちょっと早い気もするんですけどね。もう今日はここで、テント張ってまったりですね。本日のスイートホームです。行けてますね。あ、最高。いや、めっちゃいい天場。なんかねこじんまりとしていて、まあ、広さはね奥に行けば結構あるんですけど、まあ、でもなんか雰囲気としてはなんかすごいミニマルな感じで、個人的にはすごい好きですね。この奥に見えるのは東釜尾根だと思いますね。ずっとこのこっちからお天照岳の方ですね、からこうやって歩いて槍ヶ岳の方に向かっていくコースですね。
明日は5時半5時ぐらいに起きて槍ヶ岳アプローチしたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。では、槍ヶ岳に向かって歩いていきます。今5時45分ですね。そうですね、9時前ぐらいに着ければいいなと思っていますが、結構ね、登り急走なんで気をつけて歩いていきますね。まあ、天気は良さそうですね。今ここはね、谷のところなんで日はそんな入ってこないんですけど、この稜線の上の方は日が当たって綺麗な感じですね。こっから大曲がりっていうところの分岐までまず2、30分ぐらいですかね。テントが水吸って重いですね。別に雨降ってたわけじゃないんですけど、よつよつっちゃってね、ずっしりきてます。昨日もね、あそこの沢の音がずっとテント場まで聞こえていてね、なんか雰囲気はすごい良かったですね。今日は基本全部登りですね。1000メートル以上ひたすら急登登っていく感じですね。いや、めっちゃ疲れそうですね。3、4時間ぐらいとはいえ、もうそこに全ての体力消費が詰まっているっていう感じかなと思いますね。しばらくはまっすぐ平坦な感じですね。ですけど、まあ、そろそろ一気に上がりだしそうな感じですね。あの東鎌倉とかの高いところ、あの辺まで登るってことですからね。うー、綺麗ですね。気がつけば結構登ってきてますね。一歩一歩ゆっくり確実にですね。あー、疲れるわ。日が出てきましたね。ここから暑くなりそうですね。結構えぐいですね。まあ、でも登りやすいですね。道はめちゃくちゃ綺麗。まあ、割と登ってきたのかな。今地図見たら半分ぐらいしか登ってきてなかったな。まだまだ先は長い。息がすぐ上がりますね。もう3000メートル近いところまで来てるんで、ふう、見えてきましたね。槍ヶ岳と槍ヶ岳山荘ですね。迫力がえぐいね。すごい。すげえ。すげえすげえ。いやー、天気も良くて最高ですね。振り返ると遠くに結構いい感じに山々見えてますね。これ八ヶ岳ですね。一番高いのが赤岳ですね。右にぐっと来ると富士山、わかりますかね。中央見えますね。富士山の隣にあるのが甲斐駒ヶ岳ですね。で、この
今中央にあるのが北岳ですね。あ、素晴らしい。はい、ここ分岐ですね。軸と雪昇湯ってあれですね。で、槍ヶ岳山荘が向こうですね。いや、早起きしてね、来た甲斐がありましたね。めちゃくちゃいい場所止めれてます。こっち側もいいですね。奥の方のテントはですね、富士山も見えるし、南アルプス、このすぐそばに見えるこの高い山が笠ヶ岳ですね。テント立ててまったりしてるのもなんなんで、天気もいいんでね、槍ヶ岳登ってしまいたいと思います。前方から北方で奥方、手前が唐沢岳ですね。はい、お疲れ様でした。いや、緊張感あったね。まあでも見た目ほど、まあ、もちろん危険ですね。もちろん危険ですけど、僕が想像してビビってたほどではなかったですね。双子山とかの方が怖かったかも。まああれ人もいないってのもあるけどね。やべ、輝いてる。
左と、もしかしたら南アルプスです。最高。いや気持ちよすぎだろう。いや素晴らしいですね。まったり昼寝ビール最高。常念岳はめちゃくちゃ目立ちますね。これが常念山脈ですよね。だからこれが蝶ヶ岳かな。いやもう天気最高やな。もう超絶山の晴れ男と言わざるを得ないね。いや僕のテントめっちゃいいとこにないですか。雲が分厚いね。でも綺麗だね。はい、2日目も終わりですね。いや今日はね天気もずっと良くて、槍ヶ岳にもねアタックできて素晴らしいコンディションで良かったですね。夕焼けもバッチリで、明日早朝また朝焼け見れたらいいなと、夜のね星空も期待できるんじゃないのかなと思っています。ではおやすみなさい。
いやー美しいですね、いい天気だ。はい、おはようございますですね。テント片付けて下っていきます。今日はもう帰りの参考ですね。1日目2日目で、通ってきた工程を今日1日かけて一気に下っていきます。まあ下りなんでね、そんなに辛く長く苦しいみたいな感じじゃないんですけど、まあ下りは下りでね、足に負担かかりますし、まあ距離が長いので、気をつけてね歩いていきたいと思います。いや天候にも恵まれてね、本当にいい風景たくさん見させてもらいました。あれ曇ってるじゃん。でね、テント場がまた最高でしたよね。槍ヶ岳山荘のテント場って先着順で、場所もねどっちかっていうと槍ヶ岳側じゃなくって、あの反対側の方の斜面にこう並んでいるって感じなんですよ。でもちろんね、その反対側の斜面も、右には笠ヶ岳、左には南アルプス富士山と、もう素晴らしい景観なんで、まあ、あっち側に止めたいっていう方もたくさんいると思いますし、まあ、でも個人的には槍ヶ岳が見えるところに止めたかったんですよね。なので、まあ、なるべく朝早く行くかというので、まあ、今回だいたい8時半45分ぐらいに着いたかなと思うんですけど、まあ、無事止めれました。2番乗りの、区画でしたね。で数も少ないんですよね。あのテント場自体もそんなに多くないですけど、あの槍ヶ岳見える側に止めれるのって多分5、6針ぐらいしかないんじゃないのかなと思うんですよね。なのでまあ今回そこ止めれて本当に良かったなと思います。今ねちょっとガスが上がっていますけれども、滝の上からも見えていたこの谷の部分をね、ひたすらずっとこう下ってぐーってこう前方回ってね、上高地バスターミナルに向かっていきます。振り返ると、うわー綺麗ですね。あの辺りは雪昇ヒュッテのテント場ですね。実は上まで登って槍ヶ岳山荘のテント場がいっぱいだった場合は、そこでこの雪昇ヒュッテにまた降ろされるっていうことらしいんですよね。上まで登ってまたあそこまで戻ってくれって言われるのはもう地獄でしかないですね。まあ、晴れてきましたね。この谷をずっと越えて歩いて、ここを巻いて向こうの方に進んでいきます。かっこよすぎますよね。で山荘を6時半ぐらいに出たのかな。で、まあ、なりふり構わず行けば、まあ、6時間ぐらいで多分つけるのかなと思うので、まあ、そうですね、12時から1時の間ぐらいに、まあ、上高地のバスターミナルつければいいのかなと思っていますが、まあ、あんまり急ぎすぎてね、足痛めたりするのも嫌なんで、まあ、自分のペースで降りていきたいなと思いますが、2時半に新宿行きのバスが出てそれに乗りますので、それまでには最悪で、まあ、欲を言えばその上高地にあるどっかの温泉に入ってから帰りたいなと思ってますね。さすがに早朝なんで人は少ないですね。まあでも今日土曜日なんでね、ガンガン登ってくると思いますね。はい、この辺で槍ヶ岳は見納めですね。さらば、次はなんか表銀座とかね、裏銀座とか別ルートで行ってみたいですね。いやすごいね、本当に続々と登ってきますね。いや昨日平日ね、歩いて登ってる時も、いやこんなに人登ってくるんだなと思いましたけど、まあ、それはね多分普段僕が登ってる奥多摩とかね、あの辺とかと比べたらそりゃそうだろうっていう感じなのかもしれないですけどね。まあ、このコースを歩いて登る人、表銀座歩いていく人、まあ、昨日僕はねテント場で一緒だった彼も表銀座2日歩いてきてましたけど、表銀座の人、裏銀座から来る人、
新穂高の、ね、方から来る人と、まあ、様々だと思いますが、全員があの槍の穂先を目指して登っているとロマンありますよね。あんな山頂なんて2、30人もいればいっぱいになっちゃうようなところなのに、みんながそこを目指して登るということですね。8時半、馬場平。2時間で下ってこれたか。意外といいペースですね。ここからは大きな下り、長くて、あ、でも長いんですよね。ひたすらずっと歩いてるっていう感じですね。じゃあ頑張っていきましょう。はい、槍沢ロッジ到着ですね。サクサク行っちゃいましょうか。ペースが速いかもな。いや、素晴らしすぎるやろ。これが上高地、ザ・あずさ川。はい、横に戻ってきました。一区切りですね。一安心、まあ、横に来るとね、なんかちょっとこう一安心感ありますね。ここから、徳沢、明神、上高地バスターミナと向かっていきます。時間はまあ2時間から3時間ぐらいですかね。まあいいペースかなと思います。あれも長いんですよね。まあ、景色は綺麗だけどな。素晴らしい景観の山歩き、道歩きハイキングですね。ここはね、普通に歩く分にはね、もうめちゃくちゃ気持ちのいい道なんですけど、長ヶ岳とかね、槍ヶ岳とか登って散々降りてきた後にこの10キロ歩くっていうのはね、地味にしんどいんですよね。まあ、もなく徳沢ですかね。徳沢ですね、にぎわってますね。いや、ここの天場は最高ですよね。いつか泊まってみたいですね。山登んなくていいから、もうキャンプだけしに来て、あそこずっといたいですね。ずっと酒飲んでたい。明神館を含むと爆裂に混み出すね。すごい人ですね。かっぱ橋のあたりはもっとすごいだろうな。いや、すごい人だな。今、ね、今周りにいないんで撮ってますけど、すごい行列ですね。さすが上高地。はい、お疲れ様でした。槍ヶ岳の参考動画でした。どうもありがとうございます。もうひたすらね、槍ヶ岳に触れ続ける3日間だったかなと思いますね。初日と2日目はもう槍ヶ岳を目指してひたすら登っていく、天場ね、目の前に槍ヶ岳を見据えながらこう時間を潰し続けるっていうね、あの天場に、まあ、夕焼けも星空も朝焼けも全部見れてね、もう全ハイカー憧れの槍ヶ岳堪能し尽くした3日間だったかなと思います。それでは、本日槍ヶ岳の参考動画見ていただいてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。